2013年のマダガスカル郊外は2013年にマダガスカルで発生した郊外。農作物や牧草が殿様バッタにより打撃を受け2013年3月時点の国際連合食料農業機関の試算では1300万人に被害が及び得るとされ必要な緊急支援費は2200万ドルと見積もられた。2013年11月14日時点での 対策費用は約41億円に上った。2012年にマダガスカルではトノサマバッタの個体数が増加しており、その年の11月にマダガスカル政府は状況が害虫の増殖に適しているとして公害警報を発令した。2013年2月にマダガスカルはサイクロンのハルナの被害を受け、バッタの繁殖に最適な条件が揃ってしまった。 2013年3月下旬までに国土の50%がバッタの群れに荒らされ、群れはそれぞれ10億匹を上回るトノサマバッタで構成されていた。マダガスカル当局は状況を公害に指定した。バッタ以外何も見えない。振り向くと至るところにバッタがいる。とコメントする目撃者もいた。公害のニュースは杉越しの前の週に世界中に報道され、 バッタの大量発生をそのうちの一つとして記したエジプトの聖書にある銃の災いになぞらえられた。1950年代に始まった17年間に及ぶバッタの発生以来マダガスカルにおける最悪のバッタの発生であった。枝の上に座るメスの殿様バッタ。後ろには幼体がいる2013年3月26日国際連合食料農業機関は 公害対策に4100万ドルの寄付を求めた。提案された援助計画の下では、6月までに2200万ドルが公害の抑制のために配給され、殿様バッタの発生を阻止する3年間の計画に1900万ドルが当てられる。FAO の報告によると、今回の公害では、マダガスカルの稲作と家畜用牧草地の60%が被害を受けている。 米はマダガスカルにおける主食であり、人口の大部分が飢餓に苦しんでいる。被害はマダガスカル南西部において最悪であり、人口の80%が貧困状態にある。FAO の計画では2013年から2014年にかけて150万ヘクタールの土地に農薬を散布する大規模な空中作戦が必要とされている。ナショナルローカストコントロールセンターによると、 3万ヘクタールに及ぶ脆弱な工作地のうち10万ヘクタールが FAO の提案時点で未処置であった。処置がなされない場合には9月までにマダガスカルの3分の2が被害を受け、さらに5年から10年の間継続すると FAO は推定した。FAOM アージェンシーリハビリテーションディビジョンのリーダードミニク・バージェンは今対応しなくては、 後に大規模な食料援助の要請をすることになると述べた。さらに、トノサマバッタの悲惨は、数多くの絶滅危惧種の生息地を脅かしている。2014年4月24日、日本の外務省は中マダガスカル日本大使の細谷、隆平と FAO マダガスカル事務所代表のパトリス・タラ・タクカの間で、 バッタ対策として2億600万円を無償供与する所管の交換に至ったことを報じた。これは日本とマダガスカルが二国間の経済協力を再開して移行発の案件であった。ありがとうございます。